おはようございます。西戸明子です。3連休中日いかがお過ごしでしょうか。私はコミュニケーションマスターの第2期、この3連休毎日リアルクラスがありまして、今日が2日目となります。まあ昨日は初日だったわけなんですけれども、その前に10月12日からはスピーキングマスターが始まりますが、先日の説明会でコミュニケーションマスターとスピーキングマスターってどう違うんですかっていう質問をいただいたんですね。それで私はっきり答えられなかったんですよ。でそこで初めて分かってないんだってことに分かりました。気がつきました。でそこからね、どうやったらその違いが説明できるんだろうと思ってたら、昨日の朝ですね、髪の毛をこう癖毛っていうか寝癖が出てたんで、濡らして乾かしてドライヤービーンってやってた時に、分かった、そうだ、スピーキングマスターは話すを極めていって、コミュニケーションマスターは聞くを極めるだって思いました。そうなんですよ。コミュニケーションマスターって何やってるかっていうと、相手が話す言葉、あるいは話し言葉だけじゃなくって、例えば Facebook の投稿とかメールとかね、そういうこう言葉、コメントとかでもいいんですよ。その相手が使ってる言葉の表現から、そんなことまでわかるんですかっていうくらいの究極の洞察力を身につける聞き方のマスタークラスなんですね。なんでそんなことがわかるんですかって聞かれたことがあって、それで私エスパーとかそういうんじゃないんで、見える系とかじゃないんで、別にすごい普通なんですよ。で何かっていうと、感じる力っていうのがこれ鍛えられるんですね。身体感情力とでも言えばいいんでしょうかね。身体的想像力と言えばいいのかな。体で感じて想像していく力っていうものをどんどん育むことができるんですよ。そうすると相手が喋ってる言葉、声、表情、いろんなものを五感でキャッチしますよね。そこからすっごくいろんなことが感じ取れるようになってくるんですね。で、まあその事業においては、そのことをね、掘り下げてきたんですけれども、今回そのオンラインの授業だけではできないいろいろな、ワークを通して、五感の感覚をまず起こすっていうことを昨日結構やりました。今日もやりますけれどもね。はい。それでその自分の心、まあ、自分の中でも喋ってるじゃないですか。私ってなんてダメな人なんだろうとか、うわ私これ得意じゃんとか、自分の中で喋ってる言葉ってありますよね。心の声、そういうものをこう聞く力と同時に、相手の言葉、心を聞くっていうこと、そこから人間っていうものをど深く理解していこうじゃんっていうのが、まあ、このコミュニケーションマスタークラスなんですね。はい。でね、昨日の初日は実はなんと事務局の赤あや、赤っていう名字なんですよ、彼女。沖縄の方に赤島っていう島があるんですけどね、それと同じ漢字です。まあ、ルーツはね、お父さんの方のルーツがその赤島らしいんですけれども、で、赤っていう名字なんですよ。だから、赤ちゃんって呼んでるんですけれども、いい大人でございます。はい。で、名前があやっていうんでね、全部母音があなんですよ。すごいですよね。あーかーあーやーって、赤あやっていう、全部母音があっていうね。いや、これってもうすでに音として開いてるじゃないですか。で、まあ実は彼女は、私が Facebook で、誰か一緒に仕事してくれませんかって9年前に声をかけたところ、まあ Facebook の投稿で流れていきますよね。でもそれをこう見てくれて、で、その時全然知り合いじゃないんですよ。ただ私がやってたポッドキャストの番組を聞いてくれてたんですね。それで連絡をくれて、まあ一緒に働き始めた彼女が、まあ実は出会ってみれば大学の後輩だったってことが分かりました。はい。それで、まあ彼女はね、結構面白い経歴持ってて、高校生の時にね、デンマークに留学してるんですよ。で、なんでデンマークと思ったらね、まあご両親が教育熱心なこともあって、いろんなご縁でデンマークだったらしいんですけれども、まあ現在は、私のね、その仕事を事務局として手伝ってくれてるだけじゃなくって、3社とか4社ぐらいのお仕事をやってんじゃないかな。加えてパーカッショニストとしてライブをやったり、ミュージシャンのね、その歌う人とかのレコーディングに演奏で参加したりとかしてる、まあ、本当にマルチに活躍してる女性なんですけれども、今回
そんな彼女がファシリテーターをやってくれたんです。ファシリテーターという言葉ってあんまり馴染みがない言葉かもしれませんが、まあ、先生っていうとね、教えるっていう感じがするじゃないですか。ファシリテーターっていうのはね、どっちかっていうとこう場を作りながらみんなの学びをリードしていく、ガイドしていく、そんな感じなんですよね。で、なんて言ったって彼女9年間出会ってから、まあ私が休んでた時期もありますけれども、まあ、ずーっとね、この西戸明子がやってきた講座見続けてくれてるんですよ。私、話し方だけじゃなくってね、いわゆるスピーチだけじゃなくって、ファシリテーション講座とか、あとはボイストレーニングの講座とか、結構いろんな種類の講座をこれまではやってきたんですよ。もちろんそれ全部一緒に行って会場でね、まあ当時はリアルしかありませんから見続けてきてくれた人です。企業研修とか講演会とかもずっとそばで見てきてくれて、学んでくれた人。だからね、本を出した時とかに、彼女に確認してもらうんですよね、私は。そうすると自分でも気がつかないところ、本の原稿とかってこうずっと書いて何回も見てると、その新しいこうフレッシュな目で見れなくなってくるんですよ、どうしても。でそんな時にね、赤、あや母音は全部、はい、あ、そうですね、はい、赤ちゃんにこの見てもらうと、すんごいフレッシュな視点で指摘をくれるんですよね。西戸さんいつもこういうことをおっしゃってますけれども、その部分がここは抜けてると思いますよとか、西戸さん前回こういうことを言ってたけれども、この例だったらそれがもっと伝わるんじゃないでしょうかとか、そうやってね、これまでアドバイスしたり、事務局もやってくれたり、あとね、まあ、一緒にライブやってくれたりとか、本当にね、いろんな形でずっとサポートをしてくれてきたのが赤あやなんですね。でその赤ちゃんが今回ファシリテーターデビューっていうことで、もう私なんていうの、お母さんのような、まあ年齢的にはお姉さんぐらいなんですけれども、のようなね、もう気持ちで嬉しかったですね。いや、デビューですよ、デビュー。あ、こっからね、もう彼女は事務局に加えてワークショップのファシリテーターとしてもじゃんじゃん活躍していきますので、まあ、皆さんにね、メールを通してだけじゃなくって、実際にリアルでお会いしていくことも増えていくと思います。で、まあそのね、初日がどうだったかっていうとね、まあ赤ちゃんはね、結構いろんな場で、はい、喋ってとかって言って、私、結構もう、はい、どうやっちゃえやっちゃえみたいな感じで、なんて、もう言ってる間に話さなきゃいけない、なんていう状況を結構作って、現場でね、実践を重ねてきてくれたこともあるし、パフォーマーとしてステージに立ってる経験も長いですから、本当にね、みんなをこう自然に柔らかく巻き込んでいく、私とはまた全然違ったスタイルで場を作ってくれて、すごく楽しい時間になりました。それで、まあ、受講してくれたね、コミュニケーションマスター2期生のみんなは、気づきがいっぱいっていうよりは、え、初めての体験ばっかりみたいな感じだったようです。その、体を使ってね、五感で感じていく、そのことによって日常のコミュニケーションにつなげていこう、その気づきをっていうのが、まあ、今回の目的なんですけれども、ベースとなっているのが、私が今まで学んできた、いろんなね、イタリアの先生、アメリカの先生、日本の先生から教わったそのボイストレーニング、あ、イギリスの先生もいるなとか、加えて今度は宝塚の先生、それから演劇の演出家の方のワークショップとか、そういうのに参加させてもらって、あと詩の朗読のクラスとかね、そういうのに参加させてもらって、経験してきた、学ばせてもらったことがベースになっております。そうな、いろいろの中から、まあ、コミュニケーションマスターは聞くというね、マスタークラスなので、より相手を聞くっていうことに、つなげられるような体感系のワークをやってるわけですね。さあ、今日もいろいろやりますよ。信頼というものをね、体で感じるとかね、あとはその自分の体で、表現する、体が今どんな風に自分は動いているのかいないのかということに自覚的になる、気がつくことによって相手の体に対する観察力も高めるとか、あとは身体的想像力ですね。さっき言ったね、その人ってね、感情移入すると自然と呼吸って一緒になるんですよね。気がついたことあります？例えば映画とか見てて、緊張した場面で、で、主人公の人も息止まってるじゃないですか。で、その時って見てる人も息止まってんですよね。で、主人公が安心して、はぁーってなった瞬間に、映画館中で、はぁーってなってるのに気がついたことないですか？っていう、その、体というものが一緒になってしまうことで、想像できてしまうという体感覚。これも今日やろうと思ってます。
いやーもう楽しみだな、はい、赤やだけではなくてね、またコミュニケーションマスタースピーキングマスターの生徒さんからどんどんファシリテーターや先生やってくれる方今後出てきますからね、また皆さんにご紹介させていただきたいと思います。コミュニケーションマスターの第2期は、来月終了するんですけれども、ちょっとその次まだスケジュールは未定なんですが、その前にスピーキングマスターですね、話すというところから自己探求していくクラス第1期が10月12日スタートいたします。悩んでる方一緒に学びませんか？もちろんね、スピーキングマスターでもこういうリアルのワークショップやりますよ。こっちは今度は話すっていう方がメインなのでね、より喋るっていうことを体で、まあもちろん体でしか喋るはできないんだけれども、聞くもそうなんだけれども、体感覚を使って、いわゆる喋る練習だけじゃなくって、喋ることをいろんな角度から、演劇のメソッドとかも取り入れて、ボイストレーニングのメソッドも取り入れて、みんなで楽しくワイワイやりながら、話すスキルも磨いていきたいと思いますので、ぜひぜひご参加ください。お申し込み詳細はチャプターのリンクを見てください。さて、今日もね、また嬉しいコメントたくさんいただいてます。中でも嬉しかったのはなしさんです。子供が聞きたいって言って一緒に聞きました。これ嬉しいな、お子さんと一緒に聞いていただける、そしてね、きっと話題にしていただけるわけですよね。そこからどんな会話が弾んでいるんだろうって想像すると本当嬉しいです。そしてなしさん、もう一件いただいてますね、いいねを押してくれた方ありがとうございます。嬉しいです、こういう感じ初めてで、ありがとうございます。すごくまっすぐで素直なお言葉だなって心にね、さあ入ってきました。うん、なしさんの嬉しさがね、私の中にも広がりました。ありがとうございます。自分を見てもらえるっていうこと、そして受け止めてもらえるっていうこと、すっごく嬉しいことですよね。はい、日常会話でもそれってすっごく嬉しいことだと思います。聞くってね、相手の話を、うん、聞いてるよって、自分としてはね、音が聞こえてるんだから聞いてるよっていうことをわざわざ伝えることって少ないかもしれないんだけれども、ちゃんと聞いてるよっていうことをね、ボイシーだったらいいねって押すことができる。そう、それを日常会話だったらどんな風に伝えますか？目を見て、うん、そうか、そうなんだねって伝えることかもしれません。そういうね、聞いてるよ、あなたの話伝わってるよっていうこと、今日もしよかったら何かいつもよりね、ちょっと意識して相手の方に伝えてもらえたら嬉しいな。なしさんのコメントからそんな風に感じました。メスさん、ボイシーでたくさんの方の本音を拝聴していると、皆さんの人生を追体験させていただいている気分になります。本気で応援したくなったり嬉しくなります。他人と自分が一緒になる、自分の幅が広がっていくってこういうことなのかな。そう、メスさん、まさにその聞く力っていうものを、ただ単に耳で音として情報だけ聞くんじゃなくって、全身で聞いてくださってるんだなっていうことが伝わってきますよね。そう、その感覚をまさに私たちもこの連休3日間でコミュニケーションマスタークラス鍛えているところです。のんまるさん、学びたい人もそうでない人も一生懸命生きていることには違いがない。どんな人にも愛の行動とは何か、愛の言葉とは何かということが自然な形で浸透していくこと、それが人類の最終目標なんだなって思いました。学びをありがとうございますというコメント、こちらこそありがとうございます。本当にね、自然な形で伝わっていったらいいな、自分に染み込んでいったらいいな、自分の生き様に、あり方に染み込んで自然にそれが表現されていったらいいな、本当にそんな風に日々思ってます。ありがとうございます。さて、今後もね、ボイシーでこうやって毎朝の放送に加えて、プレミアムに加えて、生放送でもね、どんどん楽しい学びをお届けできたらなって思っています。まず10月10日月曜日、この3連休最終日の夜9時から、かんちゃんが悩み相談があるということで、ボイシー生放送で生相談会をやらせていただくことになりました。題して、デリシャス人生案内オンボイシーということで、皆さん10月10日夜9時、かんちゃんの悩みは一体どこにあるんでしょうか。きっとそれはかんちゃんだけの悩みじゃないと思います。お楽しみに。そして10月21日金曜日朝11時から、
ママの本音ボイシー生放送をやります。テーマはですね、また、今回も吉江さんがいろいろと考えてくれているようです。まだまだリクエストもお待ちしていますよ。はい。ママの本音が聞きたい。男性からでももちろん大歓迎です。うちの奥さんのこの部分の本音が聞きたいんだよね。この部分の女心が、ママ心がわからない。そんなリクエストがありましたら、トークテーマとしてね、開催させていただきますよ。ママ会がございます。10月21日金曜日朝11時です。ぜひね、他のママさんの本音が聞きたい。こういうことで子育て悩んでるの私だけなの？みんなどうやってるの？そんなママたちが語り合える場になったらいいなと思っています。それでは皆さん、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。どうぞ素敵な3連休中日お過ごしください。お出かけの方気をつけて。いってらっしゃい。西戸明子でした。